ムライアンのゴーのオスおとがめ屋。いやあ、画面ください。決まりましたな。決まったな。ドン。なんか。じゃあ来たぞ。ほら。お。まさか新年一発目が私の短髪じゃなくて、ジャスコパキさんの短髪でいくとは思いませんでしたよ。ほら叩き上げて、大国先生もほら見てください。本当だ。いいな。はい、これはあの私の端末ではございません、ジャスコパイセンの端末でございます。ちゃんとやってるんですよ、僕は。なんか僕が言うのもあれなんですけど、はい、もうこの3人の絵がもはやうるさいですよね、うん、なんかしつこいね、くどいよね。何の番組か分かんない。ねえ、ごちゃごちゃ。でもドラゴンボールコラボだから。そうだ、うん、ね、でもドラゴンボールコラボ終わったらまたお前さよならする。いや、待て待て待て、お前もう ないだろ、ドラゴンボールなかったら。ま、なんか適当にやって北斗の拳の格好とかしてくるから、また北斗の拳の格好じゃダメだろ、お前。さあ、私のあ、ツイッターで告知してました、すいません。はい、ホルスホルスでパイセン、はい、なぜ本日この新年1回目のニコ生で、はい、パイセンの端末で挑むことになったのかという経緯をご説明ください、はい、そうだ、ですね、ニコファーレで31日にですね、ニコ生がありましてですね、村井さんの出る村井さんの新無限回路かな、僕があの軽くあのフリーザやっつけちゃいますよって言って、そしたら時間が本当ないです、もう10分ぐらいで終わらないと無理ですって言われたから、もう焦っちゃったらなんか変なところで変な風になって、だからあーって言って終わっちゃった感じね。ダクとか説明あーってね、だそれを今日ね、僕が続きですね、続きですよね、続きでね、こちらね、リベンジしたいと思います。リベンジいきましょう。今回はどうします、入れます、基本私とパイセンの交互だとは思ってるんですけど、はい、どうなんだ、ベジータ様はどう、ベジータでもパズルやってんですもんね。当たり前だ、ベジータ様はでもその手袋だとパズル反応しないですよね。まあ、それもうこれ取ってやろう、これ40キロのこのグローブをな。おお、40キロなんだ。じゃあどうします、うん、ベジータ様一回初手見ましょうか、見るだけ見ましょうか、初手見ましょうか、栽培マンだけどれほどのもので、栽培マンなんかもう一撃だもん。パズルで見せてくれよ、それを。何、じゃあ行ってみて、じゃあ、はい、もう挑戦ボタン&、はい、1回目のパズル初手をね、ベジータ様に、ベジータ様に1回目なんかなんとでもなるだろう、栽培マンが1111だったらどっちかやりましょうよ、はい、はい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 、でいいですか、栽培マンだろ、栽培マン4色で16倍になるから、4色組めばいいだけ。栽培マンちょっと、はい、あれですよね、栽培マンなんかもう本当クリリンでも倒せたやつだろ。それをちょっと見たい、ちょっと待って、緊張してきた。これ緊張しますよ。いや俺階級っていうのをやったことないから。あ、でも僕のそれなりに鍛えてるやつだから、いやかなり強いです、うん、まあ、センズもあるしな。センズ使いませんよ、センズじゃねえし。ね、43回センズは使います。いや使わねえわ。だダメだわ。じゃあベジータ様、40キロの手袋を見ていただいて、さあ、とで貴様パワーはなかなかのもんだな。行きましょうか。よっしゃ行くぞ。このテーブルもよく持ったと褒めてやられる、ね、そうだ。ではよろしいでしょうか。ああ、オス男部屋の挑戦まいります。挑戦はっ。エコーエコー。お、ほら、もうなんか、あ、いいじゃん、ベジータだ、いい、で、なんだ、ど、え、な、4色どれのどれでもいいから、4色、え、フリーダム、4色、うん、え、回復は含まないからね、含まないのか、うん、悟空と違う、いや、もうなんだったら2ターンやってもらいましょうよ。なんだ、じゃあ2ターンやってもらいましょうか。確かに確かに、4色作ればいいのか。大丈夫ですか。え、じゃあな、遠くないか、青とか。あの捜査委員長が両方ついてるんで、おちょっと長い、あ、長いんだな、ちょっと長い、いつもよりは長いと。よーしよし、俺は普段天津飯とは立ってるかな。天津飯こう言ってこう言って、え、これ、え、4色か、4色4色やってるんですよね。当たり前だ、1色が2個だとダメなのか。1色が2個だね、切れませんね、まずね、まあ、4色でしょ、はい、よし、はい、なんか、行くぞ。あ、お、だから、こ、よし、あ、はっ、あ、お、あ、いける、いける、あ、いける、あ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 、なんだ、おい、栽培マン、硬い。それは硬くないか。
まだいけます。まだいける。まだいけるんだな。まだいける。え、な、え、もう養殖ないんじゃないか。あるあるある。ある組みやすいんじゃない？光以外、うん、光以外？きっとあの緑と紫と火とあの赤と水作ってあげればいい。はい、それはいい盤面だよこれ。端っこで木で。端っこで木、うん、向こうで木で。逆の端っこ水だから。そうですね。真ん中で火でね。真ん中で火？いっぱいあるから。闇は上適当に。適当にやったらできる。うん、よし。こうしてだからこうしてこうしてな、こうしてこうしてこうしてこうする。あ、え？あ、なんかずれた。うっさー、栽培マンでこんなに食らうのか。ベジータさん、あのすごいいいスキルダメでした。そうだろう、はい、ちょっと待ってください。もう一旦やってもらいましょうよ。何？いやいやいや、終わるでしょ。分かんないだろ、そんなの。回復すれば、そうだ、回復すればいいんだろう。じゃあベジータさん、あのいつも通りにパズルしていただいていいですか？あんまり色とか気にせず。いつも通りもう、まあ回復は意識した。いつも通り、はい、伸び伸びとやればいいんだな。伸び伸びやってください。はい、いいだろう。こういったらもう完璧だ。え、 4？ 何も考えてな。何も考えてない。ボーってしてる。よしよしよし、おい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 おさあ、見てみろ、これが俺の実力だ。伸び伸びパズル。伸び伸びパズル。グルド来た。え、なんだ。グルドもやりたいですか。やります。当たり前だ、俺後ろからズバだ、こんなもの。いや、じゃあここもとりあえず俺のスタミナ見てます。俺のスタミナだから。なんだ。俺の知ったことか。俺のせっかく食べたやつだから、これ大丈夫？超かっこいい。これでもいい盤面だよ、これ。いい盤面？うん。いい盤面なのか。でもどうでもいいんで適当に。どうでもいいだと。伸び伸びがいいんですよ。伸び伸びが一番だな。あまり考えずにね。伸び伸びが出せてるんですけど、伸び伸びやった方が。やってこう、あ、なんかこういう。あの、スタートするとき言ってもらえませんだけど。何をだ。ふわっと始めた。不意打ちが大事なんだ。あ、あと1だぞ。じゃあもう一回ふわっとやりましょう。もう一回ふわっとやる。何でやってんの？まあ大丈夫です。何でやってんの？ベジータさんは勝てます。ベジータさんうまいっす。当たり前だ。プロですから。そうだ。検討の天才と言ってもいいだろう。はい、え、戦ってるうちに覚えていかれる。これ4色組みやすいですね。戦い方を組みやすいのか。めっちゃ組みやすい、はい、どうやってだ。いや、あまり4色とかもう無視でいいですよ。もう無視でいいですよ。スケモ伸び伸び、はい、伸び伸び育てる方針ですね。はい、いや、多色を使ったことない方にですね、まあ、いきなり何色と戸惑っちゃうんで。全然違うパズルやるのも無理ですよ。ということは適当です。適当、はい、よし、いくぞ。こ、こ、は、お、お、うまい、うまい、いい、いい、お、これほらなんか3色ぐらい。はい、ナイスコンボ。めっちゃ青がいっただろ。いった。お、ぶっ殺してたぞ。邪魔みゃ。倒したよ。ケミのこれが。鬼の巨大。あ、この俺を赤子扱いしやがった。陸向きだぞ。これどうしたいんだ。ここからは。そうですね。さすがによろしいですか。いや、もう十分ですよ。ねえ、どうだろう。さすが。ギルダメアンドね。パイセン、はい、もう最高の仕事をベジータ様はしてくれました。なんだろう、なんだかんだ手柄を与えてしまったな。貴様の実力を見せてみろ。じゃあ行きましょう。あ、どっちから行きます？これ何だ？これ村井さんから行きましょうか。私から行きます。はい、あの、ちなみに先ほどのグルド金玉ドロップしたら分かりましたか？金玉？ドラゴンボールってこと？ドラゴンボール。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ私ちょっと回復しながら行きます。ガチャしないといけないですね。回復だな。参ります。これで、え、これおお、はい、そこ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 殴りながら、あ、4色決めてないです、すいません。こうやってやるの。でもやっぱオーディンとメタトルすげー。そこそこお願いします。そこそこ行きましょう。ラキ様はあのリクームってやつをね、待ちましょうね。ああ、からいきましょう。のり巻きせんべいと同じ声だ。のり巻きせんべいと同じ声なんだ。いきます。お願いします。あ、ナイスパズル。はい、5色。お、いいよ。お、まあまあ、止まんねえな。落ちるか。さあ、ファイタウルトラファイティング。追い声だろ。おいの初代
いいね。お前の肩がずっと当たってんだよ。この汚い鳥をどっかにやれ。お前、お前何なんだっけ、ずっと。なんだ。あ、村井さん、何？村井さん。あ、村井さん。あれ、何が起こった？ゼロコン。あれ、ですね。おい、何が起こった？いや、大丈夫です。次倒せばいいと思ってたんで、整地しようと思ってたら、整地して整地したら最後に着地を間違えてゼロコンボになっちゃいました。あ、これもう普通に受けたってもね、もうなんとでもないだろう、崩してね、もう適当に崩して適当にお願いします。レッツゴー。ナイスコンボ。まあ、リクームの野郎は倒したな。さあ、行きましょう。次はリクームが落ちた。あ、来た。あ、宇宙一のスピードの設定を全く活かせなかったバータ。これがっつり倒し殴りに行った方がいいよね。そうですね、殴ります。はい、どうしよっかな。いきます。おぉ、やい、けい、ありがとう。一撃か。おぉ、一撃、さすがだな。バートより早い。ジャスコパイセン、お待たせしました。G 席だ、クラッシャーボールだ。ここら辺から結構強くなってくるんですよね。回復を1個含みつつ4色ですかね。ニュートン全体の中でも最後の方まで生き残ってたやつだからな。こいつが新しいスカウターをなんかアタッシュケースに入れて持ってきたんだ。最終的には俺が脇腹を砕いてぶっ殺しちゃったけどね。25巻だ。関数言ってもらえると読もうと思ったらいけますね。そうだろう。25巻だ。このタイトルは悟空か義乳か。おお、かっこいい。これジータ、あれこれ誰だっけ、ジース、これジースですけど、ジースだ、関係ない感じだったんですね。これ回復含まないと次先生で、いや先生というか多分おそらく一発で落とせないんで、うん、多分倒せません、はい、いますよ。ここから仕事だったら満喫に行け。仕事だったな。あ、間違えた、間違えた。あれ、パイコパイコパイコ、あ、え、パイセン、パイセン、あ、来ました。偶然とは恐ろしいもんだな。いや、お前が言うね。なんだよ、俺はちゃんと計算、俺は全部計算塾でやったんだ。全然やったからな、お前。で、村井さん、あ、あれ使っていい？クイックキュア。そうですね、クイックキュアです、ね、使うで。はい、お、パイセン、お、お願いします。俺たちの必殺技だ、クイックキュア発動。キュア。いいもの見れましたね、皆さん。さあ、どんどん行きましょう。どっから行こうかな。回復落ちてこなかったらやばかったですね。やばかったね。いやいやいや、大丈夫です。耐えたでしょ。いや、あの大晦日から結構ゴージャスさん、はい、運がすごいですよね。僕はそうですね、売れちゃうんじゃないですか。ああ、可能性ありますよ、可能性。確かに、ね、いきます。売れちゃう。うまい。あ、ええな。おお、これでいこう。ナイス、ありがとう。ファイザー、多分倒しました。さあ、これで次行きましょう。素晴らしい。大きた。ギニューですね。ギニュー先生、先生で、ズドン。で、お邪魔処理しつつでいいんじゃないですかね。まあ、大奥に使っメリットもない。使ってもいいんですけど、大奥に行ってスキルレベルいくつ、おいくつですか。まあ、多分1だろうね。いや、違います。え、スキルマだ。スキルマじゃないか。違う。6、あ、3、ヤミピーを2体食わせます。ヤミピーを大奥に…ヤミピー入れたの。ヤミピー食わせたんですか。正気の里じゃないっす。出たこれ。え、なんで使いましょうか。あ、でもいや、まだあと2なんで、あと2なんで、できるだけお邪魔プラスで消して、はい、じゃないですか。了解。
ハートがね、まだ来れば。お邪魔だけ消しますよ、私。いや、たくさん消してもらった方が。回復が来ないからね。お邪魔消しつつ、消せるだけ消してみてください。はい。パイセンお願いします。うん、色紙決めるっていうより、いっぱい消しましょう。前消しちゃうぞ。あと。はい、いっぱい消した。あれも反応がなかったの？ゴージャスさん、成長止まりました？僕、緊張がやっぱり。じゃあ、大国先生で。回復力、でもこのパーティー、何気に究極のオーディンいるんで、はい、毎ターン2000回復ですよね。そうです。メタトロンも。あ、500、メタトロンもいるんだ。そうだ。2500回復するんですよね。2500の回復って相当でかくない？でかい。これハート1コンボで15000まで耐えいかないかな？仮にこれで4色決めた場合なんですけど、半分切ったらリーダーチェンジなんですよ。リーダーチェンジっていうか、そうだね、リーダーチェンジだね。なんで、めんどくさいんで、もう村井さん、大国先生使っちゃってもいいじゃないですか。大国先生使っちゃいますか。やっちゃいましょう。大国先生使わせていただきます。国権の妙義といえばパイセン得意技ですね、はい、パイセンお願いします。俺の必殺技、国権の妙義発動。カンカンカン、国を作ったよ。パイセン、そのぐらいの調子いい方でしょ。そんな感じだったっけ。いや、リニューアルしました。あ、リニューアルやったことあってあれだったのか。リニューアルしたから、リニューアルしたから。やったことがあってあれだったのかって。じゃあ行きます。お、ここから行きましょう。参ります。よいしょ、よいしょ、とっ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 と、お、これでハートたくさん来い。これでどうだ。抜いたんじゃないですか。抜いた、抜いた、抜いた、お、倒した、ありがとう。で、来たぞ。ここで、まだ行きますよ。ここで軽くため直してください。ハートはミスりました。ダメージが2ターンで、ハートはミスりました。そんな高くないんですよ。そんな高くない、1万ちょっとなんで、はい、1万4000かな、1万4000か。ためる感じですか。はい、回復消しつつで、はい、あと3脇だ、ありがたい、はい、最終ターンに倒せば、最終ターンじゃなくてもいいですけど、とりあえず、じゃあ火が多いから消しますよ。回復消しがさない。回復まだ本気ではない。はい、やって、いいんでしょ。大丈夫ですよ。はい、はい、D が、って私？ D 私裏から聞こえてきた。なんかパイセンのパズルが慎重になった気がする。前より荒々しさがなくなった。乗ってる時と乗ってない時が、いや絶対ただ乗ってないだけなんですよ、ね、差がある。俺に抜かれる時間が、ね、まだ乗ってない、ね、まだ温まってます、うん、温めてます。家で横になってる時が一番パズル前見せたいぐらい。よし、こっから、はい、あーどうしようかな。マリさん倒さなくていいですよ、まだ。あ、そっか、倒さなくていいか。倒さなくていいんだよね。それやばい、これ倒してる、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 これ倒すとまずいのか。大丈夫、倒してない。おパイセン、シャッス、そろそろ本気を出してみろ。お前の本気を見せてみろ。え、まず倒さなくていいでしょ、これ保険の妙義やったら何ターン。あと6。うん、あと、ちょ、一発もらっていいかもしれないですね。もらえますよ、じゃあ。やつのこの戦闘服に見えるのは実は皮膚らしいからな。え、皮膚なの？裸なんだよ。え、そうだの、そういう設定。それを真似て俺たちの戦闘服を作ったんですよ。でも変身するとき、第2弾バカンってなる、はい、あれ殻を取った状態らしい。あ、殻なんだ。そうなんすか。そうだ。ちょっと待って、パイセンいつの間にパズル。あ、そのまま意識なかも。おい、なんかまずい。ちょっと5ターン内のパズルが短くてめんどくさいのやってくださいよ。いや、貯めるんでしょ、だって貯めるんだよね。あ、貯めるの、貯めるんだよね。貯めるの、うん、あ、ホッケの名義まだ貯めるの。あと、うん、6。あ、いや、実は今のターン、うん、操作時間短くなったじゃないですか、うん、あれ原因作ったの村井さんなんで、あんまり
あの、ね、気にしない方がいいっすよ。そうだね、あんなに消しちゃったからね。なるほど、削ったから、はい、あ、私のせい、ね。これでどうよ、ほらキャほら見たか。1コンボです。1コンボで、はい、あ、消さない方がいい。そうですね、もったいないですからね、はい、ここで、はい、はい、うわー、えい、おー、結構な。これ回復力どんぐらいですかね。自動回復で5000回復するんで3000回復するも間に合います。2ターンで5000回復するって。こういう感じ。そうですね、あ、いいですね、ジャスト、ちょうど。消すなと言われると消したくなってしまうな。やっぱあの回復入れて2コンボぐらいでいいですね。回復入れて2コンボ。なんという微調整を繰り返してるんだ今。で、これ受けたら次の残り1で倒しに行く。はい、あれ、配線もなかなかな。あ、いっぱいゲット。あ、いっぱいゲット。あ、いっぱいゲット。コンボ中毒じゃないですか。あ、まずい、危なっ。大丈夫、分かってきた。本当っすか。違う、嘘。じゃあ、もうたまるっしょ。そうですね、これ倒しに行っていいんですけど、ただ回復にコンボしたいっす。いくぞ、お願いします。お、うまい、うまい、これでかいやんか。さすが、きれい、最低、綺麗。あれ、倒してよかったの。いいです、いいです。あ、よかった、よしよしよし。いい、あれだっす。で、フリーデが変身しやがった。俺たちの命運は尽きた。ここを2ターン、あ、2で割いてくれた。あ、じゃあ2ターンで落としたいです。2ターンで落としたい、うん、できればですけど。できれば、うん、回線行きましょう。やりましょう。敗戦です。ごとく肩が邪魔だな。貴様の鳥が邪魔なんだ。鳥と肩が。4色はしっかり決めていただければ。4色で、はい、最低。てか大国さんも含めて全員スキルがっつり溜まってるんだ。そうですね、敗戦抜いてるんですよ、一発で。ただこの先使えるスキルが大国とエキドナぐらいなんですよ、有用なスキルが。緊張するとずれるから俺。見える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 、マジ見える、マジ見える、マジ見える。左上の緑なんかからスタートするといいかなって。下行って、いやいや、ダメダメ、ダメですか。ダメ。配線頑張れ。行きましょう。はい、レッツ。まず、おー、うまい。おー、OK。 はい、ダメだ、やばい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 、全然効かない。あれ、まずいぞ。2個に分けた方が良かった。うん。1個の方がいいよね、1列でも、パイさん、この間これ抜いたんですよ、ちゃんとサクッと。でしょ、うん、やったんですよ、この間は。え、その時の VTR とか。ないんですよ。ないですね。おやすみ、ございません。すいません。そうですね、次ヒドロップをランダム1色作られるんで、 それで泥気を入れつつ抜けばいいんじゃないですか。いきます、ここから。はい、ここからいける。はっ、あー、ずれた。まあ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 、まあ、あ、来た、結構素晴らしい。さあ、ブルー抜けるんで、封印を、封印を、弾け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 、絶対弾く、信じてるぞ、ほら、弾けて混ざったな。そうですね、そうだね、弾けて混ざりました。この番組はその魔王ち
ちゃんも小助も村井さんも全員ボケなのでツッコミできないんですすいません力不足すいません、まあ、いいちょっと至らず申し訳ございません。フリーダのやつまた落ち着きを取り戻しやがったぞ。あと確かにツッコミ不在感やばいですね。ツッコミ不在今日自由ですもんね。なんかフリーダもこの番組ねみんな言いっぱなしですもんね。ボケの供給方なんでこれは4色でいいですか。パキさんは自分の本望としてはなんか、はい、ツッコミだとかそういう自覚とかあるんですか。ボケだとか僕は宇宙海賊なんでどっちでもない唯一の存在。早くやってもらっていいですか。早くやります4色でいきますよお願いします。レッツナイスパズル。うまい。うまい。おいい。ナイスコンボ。落としを考えてましたよ。絶対嘘でしょ。結構近い。ピンク。これ。めんどくさいんですけど、なんですっけ連続攻撃ダメージいくつでしたっけ。19,116が。19,000。から。9,000。どれちょっと拝見で12,000なんだけど。12,000は耐えられるけど私が。もし仮に削りすぎてしまった場合、はい、ヒャ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 って笑われながら散るっていう。そしたら光メタですかね。そうやな。ただ光メタで19,000、あ、そっか、自動回復があるんだ。はい。光メタでいきましょう。はい。クイック。あ、どうぞ。じゃあスゴーパイセンの必殺技だ。クイックキュア発動パート2。キュアキュア。一人笑った一人笑った。 OK よし続きをどうぞ。いいエコーでしたね。いいエコー、いい声のいいエコーでね。いいエコー、うん、いいシーンで時の部屋でやってるのかって聞かれてると思うおじいさんが静かだ。どうしよっかな。これこのがいればな。ドロリス系がないんでちょっとお邪魔はね、処理ミスったら悲しいもんね、はい、の3個は残すようにすればいいと思うんで。ああなるほど。はい、7つあるんで、まあ、1コンボのつもりで3個だけ消しとくとか、はい、これで次黒剣使って2ターンで抜くみたいな感じですか。いきます。違うよ違うんだよ。ごめんなさい。え、あれ2個ミスったのか。あ、え、これいけるのか。ごめんなさい。黒剣お願いします。黒剣かつあれでお願いします。黒剣かつあれ、黒剣かつ全力コンボで。あれ、なんでお邪魔ドロップ2個しかないの。村井さん5個消したんで。そうですよ村井さん、そっちが痛いじゃあスゴパイセンの必殺技黒剣の妙技発動パート2。カン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 、国を2つ立てたよさあ行きましょう。楽しくなってきましたね。パイセン、私の目も取り返してください。わざとじゃないです。2回で沈めるのこれ。はい、ちょっと待って、いや5色、大丈夫でしょう。5色、うん、パイセン5色決めよう。まおちゃん、うん、簡単に言うね。大丈夫、できそう。違うんだよ。違うんだ。パイセン見せます。大丈夫、パイセン見せてくれる。なおちゃん、違うんだ。ここを5色決めて一発で抜いたら、はい、多分今年来ますよ。うん、やっぱりね。ブレイク、うん、逆に決めれなかったらやばいっすね。いや、これ結構5色いけますよ、パイセン。大丈夫、うん、今私、光メタの下の、一番下の闇からいく。いいね。うん、わかります。うん、なるほど。あー、あい、私光メタの下の木って思ってたけど、でも多分似たような感じかもしれない。ちょっと待って、ちょっと一回考えさせて。何も言わないで、やめてパイセン、落ち着いて。パイセン、あれしかないぞ。ちょっと待って、ここ見て、カカロットのガキの戦闘力が急激に伸びてきやがるからな。もしかしたらスーパーサイヤ人に一番近いのはやつかもしれん。ちょっと待って、お前、ちょっと黙って、お前お前来ました面白いなあ、見え、うん、今見えた。
今見えたんだ。ちょっと待って、いけ、すいません。ちょっとつないで、つないで、ちょっと一回。あまりに痛い、なんだったら、なんだ。一回つないで、ごめん、一回つないで。とうとう、追い詰められたゴージャス。いや、待って、待って。果たして、ゴージャスはフリーザを倒すことができるのであろうか。しないだろう。似てる。8分の50分。8分の1 CM じゃない。ハゴロムフーズやってやって。甘みあっさりのフルーツの美味しさが表に出たポン。あ、表に出たあポンポンポン。あポン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 。ハゴロムフーズ言えたぞ。 CM もベジータさん、ベジータさん、あのお目目が真っ赤だもんね。お目目ロード子供、ロード子供製薬。お目目が真っ赤だ。ロート子供ソフトドラゴンケースに入れてね。どんどん早くやれ。え、やばもうね、ドラゴンボールをリアルタイムでテレビで地上波で見ていた人はもう必ず羽衣フルーズとロート子供ソフトとあともう一個8分の8分の50分、うん、絶対見るから。あとあれとかありましたよ、なんかふあのコーンフレークじゃないですけど、あのケロクコーンフレーク、はいはいはい、グレートって言ってたね。はいはいはい、グレート。ああ、まさかそれもいけちゃう口でしょう。いけちゃう。あれはあんま覚えてない。パイセン、そろそろいかがですか。いい感じですね。そうだ、もう8分の50個知らない世代がいるから。え、今やってないからな、売ってないだろうな。あ、8分の50個って今売ってないんですか。売ってないだろう。え、なくなったんだ。おそらくな。てか、羽衣フーズの CM も結構怪しいですよね。多分、今あの確かにな、うん、多分ない。サラスパとかあったんだけどな。ないの。ないはずですよ。多分、小学生ポカーンってして、まあ、見てます。マジか。あ、見えてきた。お、ようやくか。あ、シャキッとコーン。僕のやつでいいですか。いいっすよ。あ、ちょっと待って、ね、見えてんだよ。見えてんね、お客さん、すいませんね。見えてんですよ、本当は。サラソバティ何ですか。コメント欄に流れてた。今日はサラダの日、サラスパの日、サラダのタムのサラスパ、ポポロサラスパ。なんで見えた、見えたか。福田さん、負けないんで大丈夫です、ね、ここから、はい、ここからいきます。私今ね、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃか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 じゃんで、ね、焼きそばの CM が頭に巡り始めまして。いきます、お願いします。しゃっす。あ、そこ分かりやすいですね。お、いきますよ。レッツ、ちょっと待って、あのね、炎、火がどうなんだ、うん、こっち来て、ね、多分それで斜めとかな。あ、分かった分かった分かった。斜めはない。いきますよ、レッツ。まずそういうことね。もういいんじゃない。うまい、ナイスコンボ。五色は決まったが倒せない。まだ今年売れるかどうかはまだ分かる。いや、なんでそれ。そうだ、公約通り。契約違反だろ、そんなの。そういうことだ。これ次行かないと。これやばいですね、村井さん。結構頑張られたか。これやばいな、はい、回復入れつつ四色ですかね。おでんもいますからね、おでん。オーディンはここで使いたくないっすね。これはでもやばいな。フリーザの保険で使いたい。あのお邪魔が2個あるのがあるね、なんか。あそこがもしかしたら回復だったかもしれないかな。え、なんかお邪魔が2体いるなって。え聞こえてる、もう聞こえてんだろう。はいはい、いましょう。やっぱりパズルってリズムじゃないですか、はい、一回リズム崩れると乗らない時ありますよね。村井さん、もしかして今日調子悪いんですか。あ、やばい、やばい、やばい。え、村井さん、グングイールしましょう。打っといた方がいいと思う、はい、私今日そんなに調子良くない、うん、甘えていいか。はい、パイセンお願いします。じゃあ、すごいパイセンの必殺技だ。伸びる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 伸び
終わってました。あ、終わった。ハートも込み込みの方がいい。いや、まあ、ハートは大丈夫です。ハートじゃない。ハートは大丈夫です。ハートは北斗の拳の方の言い方だから、ね。衝撃を全部脂肪で吸収する。いきます。こっからいきます。でもハートからいきます。参ります。はい。あー、もう一回機械に作りたい。倒せますか？おーさん、私の真の姿を想像以上の地獄を見せてあげよう。いいか、外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までとは潜在能力を探ってみろ。別事件だ。癖もあと5分で滅びるからな。まあ、あと5分ってドラゴン集中してるからいい。あと5分で、あ、パイセンパイセンパイセン、これ 75% 切ると、はい、あ、威嚇使えなくなる。威嚇が使えなくなるんです。はい、じゃあ行きましょう。もう威嚇打った方がいいっすよね。行きますよ。パイセンが次のパズルに自信がなければ、まあもしかしたら一旦は威嚇使わなくてもいいかもしれない。自信はないわけではない。ということは威嚇使いましょう。使うかな。じゃあ、スゴパイセンの必殺技、威嚇発動。シャーシャーシャー。いや、先にちょっとはめてたんだよ。来るだろうと思ったかな。俺のためを。よしよし、これで4ターンになったぞ。ベジータさんもちなみにさっき言いかけてたことあれですよね。なんだ。ドラゴンボールの世界であと5分って言ったら何ヶ月になるんだ。2ヶ月ぐらいです。2ヶ月ぐらいです。あと5分でナメクセが消滅するってから、オンエアは2ヶ月続いたからね。一方その頃海王星ではみたいな、こう下りが入って、カメハウスのちょっとギャグシーンが入ったりする。カメハウスのギャグシーンまで入っちゃうんだ。あの父が気絶するっていう下りがちょっと入るから、そっからですよ。じゃあご飯が過酷なところで戦っていて、チュッチュッチュッって牛魔王が焦るっていう。いきますよ。もうパイさんお願いします。いけ、レッツ全力で。全力、いや、いける。どこ大丈夫です。 5.6 やな。ナイスパズル。お落ち込んがない。ほら、お、いいぞ。え、あ、勝って。これ仮に2個やないとダメだった。これはきつい。これ5色あるけどきついな。難しい盤面ですね。すごく光が2個あったらかっこよかった。5色あるけども、お邪魔のやつはどうしようもないのか。あれはもうどうしようもない。それはもう触らせてください。それはもういいじゃないですか。なるほど。ちなみにゴージャスさん20時から別の仕事あるみたいで。あ、大丈夫。何、あ、そうだそうだそうだ、巻かなきゃ、ちょっと急がなきゃ。うん、ちょっと急いで。やっぱ売れっ子違いますね。もうね、うん、めっちゃ売れてるから今。なことない。他のニコニコに出るの。何？俺もついてってやろうか。タクシー代は割り勘だよ。何？どこだ？行きます。お願いします。超急ぎます。お。たどり着かんかった。聞いてないぞ。あのね、あともう数手だったの、ね、5色決めれてたの。もう整地したみたいになってますもんね、そこがね。うん、そうですね。うん、もったいない。惜しかった。さあ、行け。パイセン、でもあそこは整地できてるから、光2コンボ入れましょうよ。光2コンボ。うん。これ、横に揃えるよりも縦に揃えた方がいいですよね。縦に左から木、水、光で、うん、下の段に回復っていうコンボ一緒で作れるんで、崩しはそっちが。なんで崩しはドロキョウもしよう。ドロキョウはまだ早いかな。まだ早いか。うん、3個中2個がドロキョウなんで。そうだね、確かに。
行くパターン。そうですね、なんか木ドロップ持つといいんじゃないかなと思います。木ですか、木じゃなくて。木だと、木でもいいんですけど、木だと、あ、木でもいいですよ、いつでもいいです。残り複数コンボしないといけないんで。はい、いや、木でもう火は無理やり作るみたいな感じにして、7コンボぐらい作りたいです。作りましょう。ハリさんお願いします。落ち込んが見えます。大丈夫です。行きましょう。レッツパズル。お、いいんじゃないか。ナイスコンボ。ほら来てる。7コンボ光を2個カモーン。わー硬い、ほんと強いや。大丈夫です、強いな。大丈夫です、大丈夫です。そんなに、なんか力貯めるんですもんね。誰、もうだいぶまずいですね。だいぶちょっとまずい局面になってきてしまいました、うん、もう今 70%80% 積んでます。何、国権だと何ターンですか。4。まあ国権意味ないからな。うん、いけるいける。これはでも頑張りたいね。20コンボぐらい欲しいですね。マジな話、結構マジな話欲しいです。僕でもこのパーティーで1回クリアしましたけどね。1回。いやでもホルスね、うん、ここ辛いですよね。なんか確かにエンハンスとか持ってないですか。持ってますよ。何、はい、神系エンハンスいます。イザナギ、イザナギとかいます。いないです。いない。イザナギはいない、はい、そしたらなんだ、攻撃エンハとかのなんかいないかな。諸葛ネプチューンとか諸葛亮とかいないですか。あと、うん、まだいますけど、あとなんだっけ、ね、光のなんだっけ、あのスーパーマンコラボのいないです。プラス、フラッシュ、うん、あ、フラッシュはクマはいいんですけど、ベアはいいんですけど、8…村井さんが、村井さんどうしました。行っていいですか。はい、どう、見えた、見えない。満面の笑みで無理やり頑張る。いいっすね、そこ行きます。あれ、どうしました。村石、村石、お、いかほど勝った。今のは痛かった。今の状態以上向こうになります。勝ったぞ。来るぞ。4倍は決まってた。決まってない。決まってました。4倍は。いや村井さん、ニコファーレでもう使い切っちゃいましたか。ニコファーレはね、マジでね、絶好調だったんですよね。もしくは村井さん、まさかの正月ボケですか。あー、それはね、否めない。否めない。まあ、今日もいろいろありましたからね。なんかね、今日はね、朝からずっとね、スランプなんだよね、パズルが。パイセン、まだ信じてる。はい、頼む、フリーザを、フリーザを倒してくれ。サイヤ人のやってますか。行きましょう。早く来てくれ、悟空。クリリンのセーフなんです。ここからもう刺さってると思うよ、これ頭。ん、はい、なんだ、集中力がそがれるんだよ。邪魔な鳥だ。行きましょう。レッツ、行けるでしょう、行けるでしょう、行けるでしょう、行きましょう。ちょっと待ってね、難しいな。とりあえず行きますよ。お願いします。村井さんも失敗したんだし。はい、ね、誰でもあることです。そういうことです。攻めないでください。ほんとね、行きます。レッツ、レッツ、ナイスコンボ。
二人やなーい。痛かったぞ。おお、知ってた。マジっすか。嘘。よーし、村石。パイセン、ここで私に行きますか。村石、しょうがない。色ないですね、まず。色ない。回復。そうですね、それも回復するしかないです、ね、ハート2コンボ入れます。落ち込むみたい。落ち込みますよ、うん、落ち込んだ村井の音量発揮。いきます、ここから参ります。きますよ。回復までした。おお、素晴らしい。生えた。色はある。いや、はい、絶好調の時の村井さんだったらあそこで光り重ねてましたね。そうだね。絶好調の時の私であればあそこで光が来てたね。メタまで来ましたね。はい、回復力かなりあるんでギリギリ50なんですね、これ。あー、今ほんとちょうど真ん中。パイセン、ドロキオ使いませんか。あー、でもなー、いいか。使います。もう使った方がいいかもしれない。使いましょう。行きましょう。使ってドロップ強化比発動。ボウ、吉田栄作です。吉田栄作。え、あの、ゴージャスさんのお正月ボケが抜けてないようで。何ですか。何吉田栄作さんのお正月ボケですか。調子が戻ってないようですけど。調子、うん、そうです。僕も調子が変ですね。行きましょう。お願いします。回復入れてこっから。はい、レッツ火を2つですね。吉田栄作です。レッツハズル。大丈夫か。どうでしょう。おー、うまい。うまい。パイセン、うまい。つながれ。つながれ。パイセン、これでどう。いけ、頑張れ。お、だいぶ減ったぞ。やつのフルパワー。これはもうこの次 100% だぞ。やつのセントル。これはもうね、ここですね。やつをセントルが1億2千万まで。こっからインフレが始まるんだ、ドラゴンボールにおける。村井さん。もう村井さん、これ25倍で、これこの星を消す次来るよね。あー、これでもまだ、うん、いや、多分来ます。もうちょっと削れば行くんで、てか、はい、もうむしろここ倒しましょうよ。うん、これは、ね、これは勝ったわけぞ。パイセン、最後私でいいんですか。いいよ。投げたな。いい、大丈夫。ちょっと村井さんのスーパーパズルも見たい。僕に使いません。あ、A 派だ、 A 派だけ使えばっていう、闇の A 派だけ使えばっていう。あ、そんなのもあんの。おお、それ使わせていただこう。その威嚇はない。さすが視聴者さん、ありがとうですね、これね。国権の妙義発動。コン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 三軒建てたよ、バカ野郎。いいですね。いいですね、この空気、ビリビリした空気。てんてんてんじゃないんだよ、これ。これからが本当の地獄だ。おーじゃないんだよ。あ、自分のホルスのドロップ強化はどうします。使わせてください。ドロップ強化比発動。ボボボボボボ。吉田栄作、2人目です。ちょっとバカ野郎。行きましょう。やばい、吉田栄作の下りが分かんないんです。いつも通りで安心した方じゃないわ、この野郎。え、マフちゃん、吉田栄作のくだりわからない。え、わかんない。え、わかんない。年ごまかしてるでしょ。ちょ、何言ってんの。なんでそういうこと言うんですか。え、なに。続いて水遠い、これ。水が遠いんで、水はちょっと諦めつつあって、
て光にコンボ入れようかなっていうのを考えてるんですよ。もう水は完全に諦めようかな、うん、行きます。ここの闇からすいません、最後スーパーパズルではないです。安心して行かせてください。参ります。行きます。これで、これでいけるのか。オッケー。さあ、落ち込む。あー、どうかな。あー、さあ、パイセン最後は貴様決めるな。さあ、皆さん、パイセンの最後の戦いです。舞台は整った。とどめは貴様が決めるんだ。四色宇宙の命運は貴様にかかっていると思え。完全にそうです。いけますよ。はい、新年一発目、はい。お願いします。今年売れるかどうかもお願いします。4色で倒せますもんね。はず。4コンボで。いや、もうちょっと頑張ろう。なんか回復とかも。大丈夫です。頑張れます。大丈夫。うんうん。大丈夫大丈夫。うん、分かる分かる分かる。大丈夫です。対戦頑張ろう。いやもうこれはもうもらいました。もらいました。行きましょう。わからんぞ。こっからレッツ。はい。はい。パズル。ナイスパズル。よし。これでどうか。さあ、来ました。いいぞ。おお。俺の。ファイナルフラッシュが出てこなかった。ファイナルフラッシュが出てこなかった。やったー、やったなー。ファイト新年一発頑張ってます。すごい、素晴らしい。こんなギリギリの戦いあるの。ビジット様ありがとうございました。完全に負けたと思って俺のアドバイス。同じようなパーティーで、はい、あのほら、え、同じ一応ボスの最後までホルスパで持ってきましたもん。同じようなパーティーでね、死んだと思って負けたと思って、うん、でこっからやりましょうみたいな。そうそう、全然コスケパイセンの方がもう全然重装備どうぞ。同じようなパーティーあるし、ミューズもいるし、やばい。や、同じようなパーティー、同じような。いや、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。やいやい、俺の力だ。はい、リザルトお願いします。あ、じゃあ私がやりましょうか。そうそう、リザルト。そんなわけでパイセン見事ドラゴンボール回。 あ、そうか、来てるでしょ。ん、ビニューが落ちたかな。ドラゴンボールかな。お、栽培マン。お、来た、ボール。お、通信中、じっちゃんの片目。これ悟空のスキル上げです。あ、そうなのか。これ悟空いないし。カカロット。あ、リクームトー。あ、ギニューか。あ、フリーだ。パイセンの時間が時間でございますから。そうだ、ベジータ様がベジータ降臨させるっていうコーナー急いでやりましょうか。はい、あ、ガチャか。じゃあ私宇宙船も来てるんで。何、はい、宇宙船。ベジータ様が来てるんや。じゃあパイセン、ここでここでドローン、ドローンで。なるほど、皆さんありがとう。じゃあ後押しながらパイセン、お疲れ様でした。ありがとうございます。